霊夢と、マリサの、暴走族チャンネルこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。この暴走族チャンネルが動画を投稿するようになって約半年が経ちましたが、皆様のおかげでチャンネル登録数が100人に達することができました。どうも、ありがとうございます。で、その登録者数100人到達記念として、九州旅をスタートさせたんだよね。ああ、主が初めて千葉を飛び出して、一泊二日で全国各地の鉄道に乗りまくってくるぜ。で、前回は特急かもめに乗って、長崎から博多に戻ってきたんだよね。人身事故の遅延で到着が1時間ほど遅くなってしまったぜ。せっかく夜の博多へ繰り出して、美味しいもの食べようとしたんだけど、おっさんの主が疲れ果ててそれどころじゃなかったんだよね。快適な優等列車のシートとはいえ、朝から晩まで乗り通しだったからな。テレ東のバス旅がいかにしんどいかわかった気がするね。で、今回は翌日の博多の朝、ホテルから駅に向かうところから再開するぜ。今日もひたすら鉄道乗りまくるんだね。ってことで早速続きを始めるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さあ、二日目だぜ。今日も全国の列車乗りまくるぜ。主は昨日の夜バタン級だったけど大丈夫なのかねー。酒飲んでぐっすり寝たから多分大丈夫だぜ。今日はトラブルなく移動できるといいね。運命の最終日だぜ。さて、主は無事にゴールにたどり着くことができるんだろうか。バス旅のナレーションか。博多駅だぜ。九州最大のターミナルだけあって大きいねー。商業施設も豊富だねー。博多祇園山がさ、正式名称は串田神社祇園例大祭といって、毎年7月1日から15日にかけて開催される700年以上の伝統のある祭りで、博多どんたくとともに博多を代表する祭りだぜ。へえ、大きいねー。これは飾り山笠といって、山笠の起源である聖一国師様を奉納し、歴史と伝統を守ってきた博多の総鎮守串田神社の奉納行事を通じて、世の中からコロナ退散を記念しているそうだぜ。早く息苦しいマスクがなくても外歩けるようになってほしいね。新幹線のホームに来たぜ。まだ時間たっぷりあるけど、昨日は博多駅をじっくり見てる暇がなかったから、今日はじっくり博多に来る列車を見ていこうぜ。そういえば昨日は滞在時間10分くらいだったね。お、早速新幹線来たねー。小倉からの小玉だぜ。通勤向けに小倉から博多までの一駅のみの運用があるんだぜ。山陽新幹線は JR 西日本だから、少しでも小倉から博多への乗客を確保しておきたいね。こっちは昨日乗車した M700 系だね。桜の新大阪行きだぜ。今日は何に乗るの？のぞみで岡山まで行くぜ。普段乗る新幹線だね。お、出発した。この模様は、N700S だぜ。おお、最新来たねー。これに乗りたかったなー。
お、また来るねー。朝だから本数が多いぜ。おーおー、500系やん。当時300キロを誇る高速車両も今や小玉運用のみだからな。JR 東海では座席配置が異なってしまうから効率的な運用ができないとして、早々に JR 東海区間から追い出されちゃったんだよね。しかし500系がなければ以降の新幹線車両の発展はなかったと言っても過言ではないぜ。未だに500系が好きっていう人多いからね。主は以前この500系で東京から博多まで乗り通したことがあるようだぜ。へえ。さあ、一通り車両を見たことだしここで朝食にするぜ。そういえばまだ何も食べてなかったね。博多うどん。諸説あるが博多はうどん伝来の地と言われているぜ。博多うどんではふわふわしたコシの弱い麺が特徴だぜ。じゃあうどん食べよう。やっぱり明太うどんでしょ。博多に来て明太子食べないで帰るわけにはいかないぜ。本当はもつ鍋食べながらビール飲んで、締めに博多ラーメンと行きたかったんだけどね。グルメ旅は次回にとっておくぜ。おーおー、これが明太うどんか。明太子が大きいぜ。じゃあ早速いただきましょかね。確かに麺柔らかいね。普段さぬきうどん食べてる香川県民はどう思ってるんだろうね。主は東京では博多ラーメンに明太子トッピングつけて食べるけど、薄口の醤油味の出汁にも合うねー。高菜だぜ。これも博多グルメには欠かせないアイテムだよね。これで味変しよう。最初はピリッとするんだけど、後からじわじわ辛さが伝わってくるんだよねー。あー、美味しかった。昨日の朝からずっと弁当だったからな。これで一応博多グルメは堪能できたね。さあ、まだ博多ではすることが残ってるぜ。なんだっけ？お土産だぜ。ああ、主の嫁が大量にリクエストしてたっけ。お土産で喜ばせてるから、主の嫁も心よく名列車探訪に行かせてくれてるぜ。博多通りもん、モンドセレクション金賞を21年連続受賞した名家だぜ。すごいやん。あ、博多の人だ。これもお土産の定番だぜ。ただ定番すぎて主の嫁は別のものを所望してたな。じゃあ別のもの探しましょ。一蘭だ。強気の価格設定の人気ラーメンだぜ。確かに強気になれるうまさなんだよねー。やっぱりラーメンは種類が豊富だねー。逆に多すぎて何にしたらいいか迷うぜ。グルメ素人の主は長浜ラーメンが定番だと思ってるけどね。もともとは市場関係者向けで、競りの合間に食すために素早く茹でられるよう極細麺にしたようだぜ。だから早く出てくるんだね。こっちはもつ鍋のセットだね。ここはカレーか。主はカレー好きだけど今日はカレーじゃないぜ。やっぱり明太子だよねー。これはお土産としては外せないぜ。実は金福は茨城にも工場があるんだよねー。もつ鍋に馬刺しかー。これがあれば家で疑似博多グルメが堪能できるぜ。さて、何を選ぶんかねー。甘王系のお菓子だね。
さあ、お土産買って予定通り新幹線で岡山に向かうぜ。結構大量に買ってたね。1万円近くしたんじゃない？だが予算の範囲内だったぜ。しかも今回は宅急便で送るから荷物が重くならずに済んだね。てか、あの奥に止まってるのは昨日真っ暗でよく見えなかった光レールスターじゃね？そうだぜ。あれも乗ってみたいよねー。これは800系だね。小さいツバメのイラストがオシャレだね。お、来たねー。よっしゃ、今から2日目の名列車探訪のスタートだぜ。おーおー、いい天気だし、綺麗な景色が撮れるんじゃない？あとは主の腕次第だぜ。誰もいない。始発だから当然だぜ。出発したねー。ドアの車両がいっぱいあるねー。813系だぜ。これも三島か英治氏のデザインだぜ。通勤型電車まで手掛けてるんだね。お、並走だ。そりゃ新幹線が勝つよね。大きな工場が見えるね。北九州工業地域だぜ。1901年の明治時代に創業を開始した官営八幡製鉄所を中心に、明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録されているぜ。長崎の軍艦島や萩の反射炉など、いろんなものがまとめて登録されてるよね。伊豆の韮山や岩手県の釜石にも遺産があるぜ。西日本だけじゃないんだね。小倉駅だぜ。もう九州から離れちゃうんだね。実は海近かったんだね。昨日は反対側だったからな。こっちの方が景色いいねー。てか、あの向こうに見える山はもしかして本州？そうだぜ。こうやって見ると本当に関門海峡は狭いんだね。これだけ近いのになんで橋じゃなくてトンネル掘ったのさ。国防上の観点からトンネルを選択したようだぜ。しかもトンネルの方が橋梁よりも建設費が安かったそうだぜ。当時は爆撃を受けることも想定しなきゃいけなかったね。田園風景が美しいねー。田んぼの緑が映えるよな。山陽本線かな？列車が見れるといいんだけど、この辺は本数が少ないぜ。朝駅だぜ。もともとは山陽本線と、当駅を起点とする山口県長門市へ向かう峰線の接続駅だったんだが、1999年に新幹線駅が開業し、山陽新幹線では最も新しい駅となったぜ。ふむふむ。新山口駅だぜ。
元大郡駅だね。海が見えた。やっぱり晴れてる日の海の景色は最高だねー。徳山駅だぜ。工場が多いとこだね。ちなみに某お笑い芸人が手掛けた煙突町のプペルは周南コンビナートが舞台煙突町のモデルの一つとされているぜ。ふーん、ジオンだ。ジオンな、かぶせてこなくてもいいやん。前回と同じボケは飽きたのぜ。主に言ってくれ。ところでゼオンって何を作ってるの？やっぱモビルス。合成ゴムや高機能樹脂の製造開発がメインのようだぜ。なるほど。お、もうすぐ広島だね。横川駅だぜ。新越本線にも横川あったよね。新越本線は横川、山陽本線は横川だぜ。こっちは濁らないんだね。ちなみに切符にはカッコで陽の字がついてくるんだぜ。ほう。あ、レッドウィングだ。カープファンにとっては嬉しい車両だぜ。広島人の精神が形になった感じだね。それも前回も言ってたけど、これがアナベルガトーのセリフをパクったって一体何人が気づいてくれるんだろうか。いいのいいの。広島駅だぜ。こっち側は繁華街と逆だから控えめだね。原駅だぜ。広島までクレなどの瀬戸内海沿岸を走るクレセンとの接続駅だぜ。クレセンにも観光列車が走ってたよね。エトセトラだぜ。これもキハ47型の魔改造だったね。新尾道駅だぜ。てか早くない？三原から11キロだぜ。近っ。住宅が多くなってきたね。福山駅だぜ。窓越しだけど後ろが見えるねー。てか三原から新尾の道、福山とあっという間だったんだけど、なんでこんな近くに駅作ったん？もともと福山から広島までの間に一駅開設する予定で、当初用地買収が容易な尾道に駅を作る予定だったんだぜ。ふんふん。だが三原市が新幹線誘致同意の署名を持ってきたことで、急遽三原に駅を設置することになったんだぜ。確かに尾道は福山から近すぎるから、三原が土地を用意してくれたのが嬉しかったんだろうね。だが島並海道と接続する四国や、尾道自動車道と接続する山陰側からの寄付金によって、工事費62億円を全額負担する形で西岸駅として新尾道駅が設置されたぜ。全額負担してくれるなら JR 西日本にとってはありがたい話だね。だが残念ながら新尾道駅の1日平均乗車数は1000人ほどだぜ。うわぁ、せっかく作ったのに税金の無駄か？新倉敷駅だぜ。もうすぐ岡山だね。あ、このピンク色の新幹線はハローキティ500系だな。また会えたね。5分3番乗り場
い建物がちらほら見えてきたね。間もなく岡山駅だぜ。やっぱり博多からは早く感じるね。あ、マリンライナーだ。真っ黄色があるねじゃあ降りるぜ。あいよ。で、岡山で降りて、その後どうすんのさ？山陰方面に迂回するぜ。それってもしや、特急やくもに乗るぜ。おーおー、国鉄型特急だー。ぶっかけうどん食べてー。うどんうどんだぜ。今回はここまでだぜ。晴れてるから景色見てて飽きないねー。ここまでは順調だね。ここまではな。え？さて、次回は特急やくもで山陰方面に向かうが、山陰地方で起こっている惨事を、主はまだ知らない。果たして、主は無事に山陰地方で乗り継げることができるんだろうか。ここでもバス旅風ナレーションだね。さて、ここまでいかがだったでしょうか。またご縁があれば次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録は不要です。それでは、ご視聴ありがとうございました。